南日本新聞は、南日本新聞社が編集、発行する鹿児島県の地方新聞である。発行部数は25万7970部であり、九州の地方新聞としては、福岡県の西日本新聞に次ぐ発行部数である。地元での略称は、南、南日。国部政策センター取材地域は主に、鹿児島県内であるが、宮崎県西部にも、 取材拠点を設けており、宮崎県政や宮崎県西部の話題を県内ニュースとして扱うこともある。外国や日本国内の他都道府県の出来事は共同通信社の配信記事を使用する。鹿児島県関連のニュースは見出しで、鹿県とまた要人や著名人の鹿児島県訪問は大鹿と略して表記される。販売地域は鹿児島県と宮崎県の所見地方を呼び、 熊本県水俣市であり、現在は長官のみの発行となっている。有観については2009年2月28日付をもって休館した。理由としては発行部数が2万3000部程度となり、赤字が続いていたことに加え、インターネットの普及などで有観の普及率が減少し、発行継続が難しくなったと判断したためとしている。 このため有敢連載の小説は、休刊を発表した2008年12月1日から1日3話、ずつの掲載となった。なお、有敢発行当時は、1日に2回と1日に1回発行の地域があった。鹿児島県出身で全日本プロドリフト選手権のドライバーである末永正雄が勤務している会社としても知られている。第一の真の文字は木の部分に、 横棒が一本多く、羊のようになった事態を使用している。南日本新聞の歩みよりいずれも2001年現在南日本新聞では、鹿児島県所属の離島地域で長官の新聞配達が昼から翌日早朝になることや、沖縄県内のテレビが視聴できることなどを考慮して、長官では最終面にある県内の当日のテレビ番組欄とは別に第二テレビ面を設け、 翌日1日分の鹿児島県と沖縄県のテレビ番組欄を掲載している。ラジオについては中面の広場欄の下に当日のラジオ欄を掲載している。また、大隅地域や北札地域では宮崎、熊本のテレビをそれぞれ視聴できる地域も一部あるゆえ、両県のテレビ欄を掲載している。このように当日、翌日の2日分の番組表を 全部載せている新聞は同じように児童が多く一部では昼から勇敢発行時に配達される長崎新聞等長崎県向けの新聞の例もある2011年10月1日現在鹿児島県内の県域 FM 局とフレンズ FM のみで月曜日に掲載 NHKFM はサイズが大きくクラシック番組の演奏順もわかるようになってあるがフレンズ FM は 番組名がわかる程度のサイズである。本誌を発行する株式会社南日本新聞社は九州地場では大手の一つに位置づけられる。本誌以外にも各種情報誌を制作し配布している。南日本新聞社は鹿児島県内で株式会社の形態を取るすべての地上波放送局に出資している。以下は南日本新聞の120年発刊時点の記述である。 ありがとうございます。